キャピタルは岡山県倉敷市小島に本社を置くアパレルメーカー及びそのブランドである。同名の運送業者への配慮からアルファベット表記を工場ではキャピタル、ブランド、店舗ではコピタールと使い分けている。同社の前身は縫製工場であり、かつてはハリウッドランチマーケット 45rpm ヒステリックグラマーなどの OEM を行っていた。 特にジーンズの話題を取り上げられることが多く、ジーンズブランドと誤解されがちだが、実際には、ジーンズ以外のボトムズ、ジャケットやシャツ、バンダナ、帽子、靴下等の小物、ペンダントや、ブーツなどの服飾品も扱っている。限定商品ではあるもののトランプや自転車、バナーなど、冗談のようなものまである。代表取締役社長は、平田俊清同社のデザイナーである。 平田和弘は、その息子、ユニセックスなカジュアルウェアが中心である。多くのアイテムは、綿や麻などの天然素材を使い、クラシックな軍服や民族衣装にヒントを得ながら、独自の解釈を加えたデザインで、ユニークな雰囲気を持つものが多い。基本は0.12.34の5サイズで、そのうち0.1は、レディースものとされる。ただし、1.23の3サイズ展開や、 フリーサイズなど、例外も多い。またジーンズの中には、一般的なインチ表記でサイズを表すものもある。2009年3月1日現在、中国地方に4店舗、近畿地方に2店舗、中部地方に1店舗、東京都内に5店舗、九州地方に1店舗、北海道に1店舗の直営店舗を構える。東北、四国、沖縄地方には、未出店。 手作り感のある内装が共通した特徴。店内にはお香りが焚かれる。写真家エリック・クバテックの撮影による。通常のファッションカタログとは少々異なり、ファンタジー映画のワンシーンを思わせるような独特な世界観を表現しており、写真集のような趣きを持つ。コピカールの紙袋や一部の商品の取扱表示タグにはブルーハンズと呼ばれる。 ブランドマークがつく。二つの手は、職人チームと企画構成チームが手を取り合う様を表現し、青い色は手がインディゴに染まった様子を表しており、ものづくりを意味する。同社では販売担当も含めて、すべての社員が約半年間、本社の工場で服作りの研修を受ける。ありがとうございます。